月来たら14歳かも、はい、12歳以上の集団接種がすでに終了している道東の斜里町、接種率はおよそ 85%、 10代の接種率も 70% 以上といずれも高い水準です。結構痛かったです。部活とかで大会とかもあるので安心して大会でプレーできるのですごい良かったです。今までずっと自粛でどこにも行けずにいたので、買い物に行ったりとか食事しに行ったりとか、そういうことをしたいな、できるかなと。一方で子どもの接種を迷う親も少なくありません。札幌で開かれたワクチン接種の意見交換会、参加者からは副反応や差別など不安の声が数多く聞かれました。子どもたちがとか孫はそんなことが危険があったら困るので、それを切に思ってます。なんで打たないんだよっていうふうな差別につながったりとか、はい、いじめや差別につながらないような、はい、活動というか、そういうのを、早急にしていただきたいなっていうのが、はい、保護者から、はい、保護者の私としてはすごく感じています。教育現場での感染が拡大する中、ワクチンへの不安をいかに払拭できるかが課題になっています。